ヨハンダニエル・ティティウスヨハンダニエル・ティティウスは、ドイツの天文学者、物理学者、生物学者。太陽系の惑星の太陽からの距離は簡単な、数列で表せるというティティウス棒での法則で知られる。西プロイセンのコニッツに生まれた。父親の創生により、ダンツヒで大学教授を務めていたおじによって、教育を受けた。ライプツヒ大学で学び、 同大学で講師となった後1756年からビッテンベルク大学で数学の教授、後に物理学の教授を務めた。教授職の方あら多くの翻訳を行った。1766年の役所、シャルル・ボネ、自然の思想、第2版の役中に惑星の太陽からの距離の法則を書き加えた。ティティウス・ボーデの法則は、 新しい惑星の発見を促す契機となった。小惑星、ティティウス、月のティティウスクレータはティティウスにちなんで命名された。ティティウスイコール1938デラックス1イコール 1966TAFMPC2021 年9月1日閲覧。ティティウスは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハンティティウスを示すのに使われる。ありがとうございます。